こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーを始めていきます。はい。1位との、1位との対戦ですね。これは辛い。というわけで、負けます。負けます。さすがに勝てっこない。何点取られてもしゃあない。というわけで、投稿してコメントいただいた方には悪いんですが、くるみ、下ろします。下ろすって言っても、まあ、呼びにはいるかな。いや、構成見てたら、それはなかなか難しいんですよね。またですね、ここも、見直さないといけないなっていう気がします。フォーメーション見てても、非常に上が、広くて、ちょっとバランス感に欠ける感じはする。ワントップかな。ワントップ試してみるか。守備はやっぱり4人欲しいな、できれば。なんか守備を鍛えたいんで、守備、ディフェンダーを鍛えたいんで、攻撃というよりは。これでいきましょう。となると、で、節子。節子がこうなってんのか。で、ここを見てください。カナを。萌えは？萌えもいいな。バックアップになってるから。カナあげて、あやかじゃなくて、萌えをあげよう。予備はな、二人までしか変えられないけどな。なると、どっちを中段を上げるか。まあ、中段を上げるよな。で、緑をトップにします。で、エリカにするか、ユーナにするかだけど、二人とも育ち切っちゃってんだよな。ユーナかな。ユーナの代わりにサツキを入れて、マナミも入れたいな。マナミをナーゴを代わりに入れて、ま、先行投資ですね、これは。マドカの代わりにサチコを入れて、ミオもが落ちてるから、羽生田、京都、早く欲しいな、代わりが。やっぱりマドカを、エリカを代わりに入れる？まあ、ダイナモだからな。これでいこう。結局2人なんだけど、こっちをちょっとマークするか。先方は変わらず、このぐらいかな。やや、守備目に取ります。さあ、ホームですが、やっぱり、勝率は、圧倒的に負けてます。仕方ないですね、これは。まあ、そうなります。
さあ、キックオフ。お、早くも突っ込んできましたね。奇襲すると大概、ひどい負け方するんですよね。すごいな、鋭い。包み、抜けて。うわー、すごいな。正面から軽く突破されたや。このスープ、つづみのスーパープレイ。先制点を許しました。さあ、みゆき。おっと。お、早い。早い。1対1になった。2点目。早いよな、北原。なんで、こんなに。まあ、頑張りましょう。おっと、反対サイドに、さらに、行った？お、さ、これは通ったぞ。あーっと。しかし、スピードか何かが違いすぎるよな。タッチするとこもさすがだし。まだ20分になっていません。ようやくここで20分。あ、それは取られるよな。おっと？うまい、さつき。おっと、ポーンと上げてエリカへ。ここまでだった。リオがなんでこんなに前行ってんだ？まあいいでしょう。さあ、サチコ、食いくぐった。ファールか？ファールじゃない。オサイドか？すごいな、ダルマのヘディングというか、オーバーヘッドキック。翼くんじゃあるまいし。そういえば、キャプテン翼、最近20話を最後に全然見てないんですよね。そろそろ、今34話なんで、見に行かないと。おっと！ペナルティーキックを得たぞ！緑！入ったー！ゴール、ゴール！ 1 点差です。意外と粘ってますよね。追いつけるかも。これはラッキーのペナルティーキックを得ました。追いつけるかもとは思ってなかった。緑が積極的に動いてきますね。プレッシャーを抱えてるのか。アルマすごいな。うまい。ノーホイッスルだ、しかも。学び。おーっと、学び抜けた。それ、サチコに。ファールですね、これ。ファールを拾いまして、さらにイエローカード。ダルマイエローです。さあ、緑、ロングへ来るか？これで試合終わるかな？もうちょっとか。蹴ったとこで終わりそうだけどな。おそらく、スローインして終わりでしょう。うん。さあ、選手交代。悩ましいですね、これは。波のとこに7個投入したろっかな。みゆきにみほを投入。ちょっと早く動かしたいと思います、試合を。あとはちょっと考えましょう。
さあ、先に2人チェンジして、節子ナイス。ああ、しかしだるまがとにかく早い。はい、早いなあ。あーと捉えた。コーナーキックです。おっと、まだインゴール入られた。ここで出す形拾えばよかったんだが、守備がほとんど動けない。さあ、こちらもちょっとチェンジのパワープレイで行くしかないですね。作用窓か上げていきましょう。リオナイス。リオ結構いいですね。機能してます。コット、これ作用が？これはちょっと無理があったシュート。ゴール前。おー。落ち着いてますね。さあ、走り込んでいく緑。オフサイドか。その前に。ここでもスピードでも負けてますよね。すごいスピード。ああ、入られた。決定的。これが実力だ。さあ、岩瀬大阪を最後の守備固めに行きます。おっと、おっと、入った。超ロング攻撃。緑に超高速弾を叩き込みました。エリカナイス。しかしエリカほとんど足が残ってない。エリカスタミナ切れてますね。パサーナは多少スタミナなくてもいけるけど、ドリブルに関してはこれかなり深刻ですからね。プレッシャーかかります。ああ、捉えてしまいました。そこで直接シュートに行きまして、ここで試合終了です。さあ、もう前半6分いきなりこの包みのスーパープレイかいくぐって、強すぎる。さらに無敵北原のうまいパスが無敵に入って
て最後は確率義務的が決めていきます。これで0対2に。さらにピンチは続きますが、ここでペナルティーキックのチャンスを得たところで緑が確率いきました。スピードダウンがありますね。ロングがあって萌えが打ちますが、これは入らず。さあ1点差で折り返します。波状攻撃が続く。そしてダルマがコーナーキック打って、それを無敵が守備動けません。そしてさらにここですね、浅見、北原待っていました。この浅見のこの弾道もいいですね。さあその直後、さつきがうまく上げて、これが強烈、緑強烈なミドルシュート。最後夏希が取ったところで試合終了、2対4。さすがに強かったです。まあ最もちょっと1枚落としたメンバーで 46% と 54%、 シュートの数も意外と差がなかったとも言えますからね。9個もらいました。イエローカードはいただかなかったんでね、それも良かったんじゃないかと。はい、課題を4ついただきました。これ10位に落ちましたね。とはいえ函館ペンタゴンとの勝ち点差はまだ変わらず7です。この7の差は守りたいですね。おっと、自動降格を回避した。19節か、気がつけば。日程見てみましょう。あと何試合かな。全22試合なんで、あと3試合、4試合ですよね。仮に1勝3敗の場合、でも、1勝3敗で、4勝0敗だったら、逆転されるのか、相手が。まあ、4勝0敗ってまあ、ないと思いますからね。佐世保ドックス、最下位の佐世保ドックス、これは確実に勝たないといけない。函館ペンタゴンと勝てば、まあ、大丈夫じゃないかなと思います。コルティール、ハワーツを簡単にはいかないんで、まずは、この佐世保ドックスと函館ペンタゴンに確実に勝つことですね。勝てばもう余裕で、てか落ちるはずがありません。で、その次が最下位の佐世保ドックス戦です。これはですね、選手データ見ていただくと、N1 のチーム、S が多かったですかね。その中ではやっぱり全然 S が多くないです。少ないです。なんで、まあ実質 N2 なんで、このチームでは勝たなければなりません。函館ペンタゴンはちょっと強いですね。それに比べたら。なので、次の試合、必勝です。必勝すれば落ちる可能性も下がりますからね。勝って、降格を免れたいと思い、免れるリーチをかけたいと思います。はい。
以上、カルチョビッターをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。